行こうかな。数は足りてるし、すぐに報告。よし、出かけよう。目的地はどこだ。ま、どこでも同じだが。そうか。いや、なんでもないよ。中身はなんだ？ルルアのくせによく言ったな。なら僕の剣、今しばらく貸してやる。じゃあ私も全力でかかるとしようか。君の未来を守るためね、ルルアちゃん。もちろん私も力を貸すよ。なんて言ったって私はルルアちゃんの師匠だからね。みんな、よし、私にはみんながいてくれる。それにリドルだってある。私たちならきっとなんとかなるな。私の経験、私の知識、そして私の思い、全部全部ぶつけてやるんだから。みんな行こう。
見切った。逃がさない。飛んでいけ。アイスマジック。当然の結果だな。私がいるんだから当然じゃないか。まったく大口を叩く男だ。確かに実力はそこそこあるようだがな。オーレル君がそれ言うんだ。君から説明してやってくれ。はい、実はね、ルルアちゃんのことずっと見張ってたの。そうだったんですか。ごめんね、難しい課題だったから。いや、本当は課題じゃないんだけど、とにかく課題じゃない。まあ詳しい話はここじゃない方がいいかな。後で議会まで来てくれる。それじゃあまた。ステルクさん、戻りましょう。何やらこき使われているような。わかった。それでは君たち、また後で。ルルアちゃん。わあ、心配かけちゃってごめんね、エーファ。大丈夫だよ。いやー、しかし、あの二人がいなかったらどうなっていたことやら。ちょっとフィクスさん、どこ行ってたのよ。お姉ちゃんたちが来るなり姿が見えなくなったけど。はっはっは。まあ人には秘密の2つや3つや4つあるものさ。それはありすぎ。まあいいや。トトリさんが言ってたことはどういう意味なんだろう。実は課題じゃないって。それも議会に行けばわかるわよ。ささ、また魔物に襲われる前に町に戻るとしましょう。はい、わかりました。もうなんだかモヤモヤする。ステルケンブルク・クラナッハ、最強の剣士の称号を持つ者、いつか
いつか僕が必ず。勉強しなくちゃダメだよ。リドルがなくても。はい、わかりました。ありがとうございます、トトリさん。うん、よろしい。今回は試すような真似をしてごめんね。これでアトリエの営業許可の更新は終わり。これからはアトリエの主として頑張ってね。はい、アトリエの主？あー、ルルアちゃん、許可証見てごらん。ふう、営業許可証、アーキュリス、ルルアのアトリエ、天守、エルメルリア・フリクセル？
ドロナ先生が後進をあんまりにもすっぽかすものだから首相が怒っちゃって許可が下りなかったんだよね。それで仕方なくルルアちゃんを天使として更新したの。いい名前だと思うよ、ルルアのアトリエ。アトリエの主としてこれから頑張っていてね、ルルアちゃん。時はものすごく驚いたし、いろんな感情が頭の中をぐるぐる巡ってた。アーキリスへの帰り道、みんなにずっと相談してたのを覚えてる。大きかったのは、お母さんのアトリエを私なんかが受け継げるのかっていう不安と重圧。でも、私の思いに関係なく手続きは進んでいって、結果的にはいい気持ちの切り替えになったのかも。だからこれは継承の章、私の物語の一区切りと新たなる始まり。